スナックジュンブライトから居酒屋ジュンブライトに変わって、罪人の友主イエスキリスト教会に変わった、ここ神谷沖西4-13-4、私自身がここで逮捕されたこともあり、この近所の皆さんはヤクザの頃から私を知っていて、そして今牧師になった私を知っていて、そして理解があって、こんな感じでスナックの音楽から賛美に変わってます。この感じで。